どうしたマナ。誰かいるみたい。何？誰かは知らぬが、おるのであれば出てくるがよい。さもなくばただでは帰れぬと考えた方がいいぞ。ああ、気づかれちゃったのね。なかなか勘がいいのね、お嬢ちゃん。おばさん、なぜここに？お姉さん。お姉さんはなぜここに来たんですか？このような場所に何の用だ？何ね、この辺に残ってる伝承について調べてたんだけど、水神に九尾の狐なんてのがこの辺にいたみたいなんだけど、知らないかしら？ここなんかかなり怪しいんだけどな。なるほど、貴様も九尾の力を狙ってきよった愚か者か。やっぱり出たのは子狐だけか。もう違うの。今は一本しかないけど、これでもれっきとしてキュービー。おい、マナ。あらら、ただの民話程度に思ってたのに、中には本当に当たりもあるものなのね。自ら暴露してしまうとは。なんだこれは。ダメ、ヨウホ。なんなのよ一体。水神、竜の方まで実在してたなんてね。で、あなたたちこそ何者なのよ。わかりました、すべてお話しします。この両方は強大な力を持つ古の魔獣、竜の器なの。竜の力は本当に強大で危険だから、目覚めることのないよう私たち九尾の一族が封印し続けてきたの。でも最近になってその封印が解けかかってしまって、今回のようなことに。これはとんだ収穫だったわ。あの
竜のことは、黙っててもらうわけにはいかないでしょうか。さっきも言いましたが、竜の力はとても人間の手に負えるものではなくって、私はどうなってもいいから、両方だけはどうか。これはこれは、その年でそんなこと言えるなんて偉いわね。でもおあいにく様、私もこの道のプロなの。話が真実と分かった以上、報告しないわけにはいかないのよね。山奥でおかしな親子が大事そうに守っていた御神体の石を入手、至急調べられたし、まあ報告はこんなところかしら。え、じゃあね、お嬢ちゃん。本当にありがとう。